様、こんにちは。私はリガでございます。コーランでございます。イファンでございます。ペラでございます。皆様、私たちはメラグイチ専門学校から来ました。今回ジョコブデクということを話させていただきます。ジョコブデクはお姫様が恋に落ちましたが、お姫様は恋愛関係のことをしたくないんでした。ジョコブデクに何かがあったのか、これから見てみましょう。昔、ジョコという男が住んでいました。その人はお母さんと一緒に住んでいました。ある日、ジョコの家は美しい女の人が入り込んで、それを見たお母さんは質問しました。寝たジョコは音が聞いてから起きました。なんと美しい女の人がお母さんの腕に泣いていました。見るとジョコはすぐ部屋に戻りました。朝にお母さんはジョコをその女に紹介しました。女の人の名前はドロップ・マソレイでした。その女は実はお姫様でしたが、自分の父が娘を殺したんでした。聞いた後にお姫様はその家族の一部になりました。長い時間がかかって、ジョコはまだ認めませんでした。ジョコは実はお姫様に恋に落ちました。あの人は全ての勇気を持ってこう言いました。ね、ロマキちゃん、実は前から僕はあなたが好き。え、何言ってるの。私たちは兄弟だよ。いいから、血がつながってないでしょう。ダメよ。どうか僕と結婚してください。いや、それを繰り返して、お姫様の返事は同じでした。ある日、ロロクマンソレはお世話になっているので受け入れました。ただし条件を挙げました。わかった。その前に山に登って40日中瞑想してください。え、それだけなの。すぐ力を取って、すると山に瞑想に行きました。お母さんが来た後でジョコを呼びました。座って頭に帽子を代わりにチクラをかぶっていました。ジョコは条件を果たすのために返事もしませんでした。なんと雷が鳴り続けました。ジョコお前なのにはただのパズルなの。体はどんどん石になりました。今までドロクマンソレの心
心を奪うのために瞑想の図になりました。皆様、人を好きになることはいいことでしたが、親を反抗するまではダメでございました。それに何かをやってすぎるのは良くないんでした。皆様、この話はこれで終わりにしました。ありがとうございます。